にちは。くらいかな。こんにちは。よし。では皆さん、お、タレさん、ギフトありがとう。あ、ありがとう。ちょっとメイク終わらした。あ、ギフトありがとう。髪の毛をセットしたりしていきます。こんにちは。メイクがね、もう結構終わって、そう、前髪とかをしていきます。髪の毛巻くかどうしようかな。何がいいと思う？こんばんは。よし。ちなみにめっちゃ今日髪の毛サラサラ。ちょっと口紅塗ってないかすっぴんに見えるかもしれないんですけど、一応あのメイクは途中まで完成しています。そう、ちょっとヘアセットしながら配信します。こんばんは。
そう、昨日は波動でした。楽しかったよ、波動。てかさ、ファンの人と直接会えたから楽しかったところはある。言ってまうと自分のことさ、好きなファンの方がさ、いるからさ、楽しいところはめちゃめちゃあるよね。もうあん近くで会えるしさ、顔すぐ把握できるくらいにさ、わかるやん、波動って。それが好き。なんか戦い前の緊張感とかさ、あんまり好きじゃない。そう、だからそれをいい感じにファンの方が笑って手振ってくれて、あのあれしてくれる、緩和してくれる。そう、でも波動めっちゃ昨日うまいって言われた。昨日うまかったんかな、私。昨日うまかった波動。最近さ、もう前髪めっちゃ固定しててさ、この前髪やねんか、いつでも。だから前髪でさ、あのファンの人にさ声かけてもらえるそう、前髪で分かりましたって言われる。まあ確かに今時さ、この前髪の人おらんよな、重めパッツンの。波動も上手だったし、椅子に座ってる時もおもろかった。おもろかった昨日。なんかあんまりさ、ファンの方見ててさ面白いかなと思って、頑張ってというか、ちょっとでも笑えるようにと思って。ひろゆこさんがメンバーに対しての当たりがちょっと強いから、それが気になって、緩和させようって思いました。波動マークした注文してありがとう。嬉しいって、さすがにありがとう。そう、なんか当たりが前回より強くなっててびっくりした。でも距離は近くなってないよ、みんな。なんかね、平成にね、取り残された人みたいやった。まあでもさ、まあ面白くしてくださろうとか、あ、面白くしてくださったりとか、進行してくださったりとかあるので、話を打ってくださったり、とても感謝の気持ちもあります。もちろん。
髪伸びたよね。歯磨きしてないからリップ塗るか迷うけどさ、配信中口の色ないの気になるから。あ、待って、私さ衣装の中にさリップ忘れた。忘れた説ある。忘れてもうた。衣装のポケットにリップ忘れたかも。これ使える？まあいっか。忘れちゃったわ、もう一個言おう、スタッフさんに。違うリップ使います。そう、衣装のスカートについてるポッケに入れたままやわ。クラランス、ありがとう。ギフトありがとう。そう、31日までにね、あのハロウィンのフェスを、フェスじゃないイベント、20万ポイント達成できるように頑張ります。今日はピンクメイクにしちゃった。今日も二重幅バグってる。幅取りすぎ。なんでこんなに二重幅ってバグるんやろ。それな。あ、うん。待って、めちゃくちゃギフトくれてた。ありがとう。ハロウィンギフトありがとう。髪巻こうかな。巻いた方がでも可愛いよね絶対。色白ありがとうございます。よく言っていただける、色白って。巻くか迷うな髪。巻くか、巻いてる方が可愛いわ。ありがとう。お昼ご飯っていうか、まだ朝も昼も食べてないや。
ハドンのラストの待ち前にも茂木さんにアドバイスもらってたの。あれ仲良しだった。ラストの待ち前、多分アドバイスもらってたか、ほんまにもうめちゃくちゃおもろい話で盛り上がってたかな。面白かった昨日モンギさん。同じチーム嬉しい。モンギさんの前の自分めっちゃブスやと思う。もう笑いすぎて。え、さっきまでコンボあったのにどこ行ったの？あれすごーいって言ってたね昨日。ええ、コームどこ行ったん？え、さっきまでさ串解いてたよな。あった。すごーいってずっと言ってたらめっちゃみんな笑ってくれた。すごーい。やばい、どうしよう、髪の毛こっからもうわからんくなった。でも巻くか、とりあえず一旦。すごーい。すごーいって言ってた。みんながあの人笑ってて可愛かった。わ、めっちゃありがとうギフト。すごい。1時半くらいまで配信します。夜もできたら配信するよ。配信マインド高めすぎん私。あ、でも夜できひんかったごめんね。眠たさが来てもうて。向上心しかない。向上心しかないやろ。わかる。なんか巻いたけど。
段怒ったりしますか？普段あんま怒らへんかな。なんか悲しくなることは多いな。22になってさ、怒ることなんてなくない？ある？あ、でも悲しかったことがまたあって、これはもう武道館での出来事なんですけどなんかこの前からごめんね、こんなことばっかり。でもちょっと言いたくて、みんなに知ってほしくて、そのそう一個知ってほしいことが一個あって、ずんちゃんとちゃん、こんにちは。そう、みんなに知ってほしいことがあって、聞いてくれる？なんかね、なんかあんまりうまくいかへんかった。まあいっか。なんかさ、コンサートでさ、新曲したやん、ロスオブタイム。で、初めてのチームの曲だったんですよ、あれ。なんかメンバー誰が悪いとかそういう話じゃないんですけど、それだけは知ってほしい。メンバーを責めるってるんじゃないんですけど、なんかロスオブタイムね、私すごい、あの初めてのチーム曲ですごい嬉しくて、しかもなんか6番手とかだったんですよ。歌わりもすごい早くて、そう6番手くらいだった、6番手なんですよ。でもうそれをレコーディングした時はすごく嬉しくて、本当に嬉しかったんですよ。もうこれだけが生きがいと思って、こんなにこう新規の曲でこんな上の歌ありないと思って、この選んでもらうもので、このショールーム選抜はファンの方が頑張ってくださったからこんなに上で歌えたけど、こう選んでもらえる時にあんまりこう上にしてもらえるっていうか、言い方もあるけど上になることがあんまないんですけど、それがすごい嬉しかったんですね。仕事戻ります、またね。そう、すごい嬉しくて、なんか今後どんなことがあってもこれがあれば生きていけると思ってたら、サビ4列目だった。悲しかった常に後ろにいて、サビ4列目の端の方だって、ってなってもう一晩中泣いた。なんかもう一つのことでさ、まあ、一喜一憂するのもおかしいけどさ、それがすごい嬉しくて、自分の中ですごい印象に残ってて、
ではチームの曲、初めて参加したチームの曲で、まあ、A の時は研究生からの上がりやったから、もう後ろの端にいることは当たり前だったんですよ。あの後から入ってきたからね。それはもちろんで、そこでその立場で頑張ろうって思ってたけど、そのロスオブタイムはそう6番手で、あ頑張ったら2列目とかにおるかもと思ってたんです。そしたらもう4列目の後ろの後ろの、まあ全どこが悪いとかじゃないんですけど、4列目の端の方でってなった。しかもサビもう、でも A メロ B メロもずっと後ろにいるんですけど、なんかそれは本当に武道館が終わった今もう立ち直れない一見立ち直多分一生立ち直れへん、笑い話にできんくらいきついって思ったことでした。ごめんねこんなこと言ってけど、みんなにはなんかいや全然後ろが悪いとかそういうことじゃないんですけど、自分の中でそういう嬉しい報告として伝えようと思ってたから、自分の中でだから、あ後ろなんやって思われるのめっちゃ悲しいなと思って、そうだから把握しててくれたら嬉しいですって思った。それを知っててほしくて、コンサートとかもさ、コンサートとかでもセンターで踊ってみたいからさ、頑張るねっていうお話でしょ。ごめんねこんな弱音を吐いて。そう、一生忘れないこのことっていうくらいの気持ちです最低。そうちょっと寝起きは格好低いねんけど、まあってなってるんじゃなくて、なんかもっと前で踊りたかったなって思うっていうお話です。でもどこにもこの気持ちが吐けないから、ごめんなさい配信で言っちゃった。だからもっと嬉しい報告ができるように頑張るね。メイクも進めてるからね、話しつつ。偉すぎー。そうでも本当は前の方でその期間ファンの方もたくさん頑張ってくださったから、そう本当は前の方のポジションだよっていうのを今伝えたかった。前後ろどうこうっていう話じゃなくて、自分の中でそれが消化できなかったから、あのその前の方だったよというのを伝えたくて今言った。ブラウンのアイシャドウ塗ってもピンクになんねんけど、肌に塗ったらこれは何？そういうアイシャドウなんかな。完璧じゃない？
できたメイク。アイロン冷まそう。あのでもね、一番端じゃないの、あの内側に入ってもってるから、そう、その場にいたらね、もう周りに人だらけで、もうレッスンの時泣くのずっと我慢してた。とてもとても。ファンの人に嬉しい報告したかったなって思って、悲しさ。いやでもさ、なんか夢でさ、地元帰っててさ、めっちゃ楽しかった。地元に帰省した夢見てた。ありがとうギフト。年末は帰れるな。いや、年末年始多分帰ったことない。あの、そうなんです。そうだからね、いつ帰れるかわかんないんですけど、帰れるように、頑張ります。完璧。できた。よーい、お腹すいた。こんにちは。夢ならタダで帰れる。それはそう、タダで帰省させてもらえたもん。何食べるの？いや、昨日さ、食べて残ってるお味噌汁とかかな。地元に帰る夢は自分らしさを取り戻して幸運が訪れる夢らしい。え、そうなんや。幸運訪れるかな？そう、自炊にハマって昨日自炊したね、見て、二重がパンパン。もうどないしたん、私め。美味しそうやった。サチオレまったりしてるね配信。え、あ、充電してなかった。大幅がバグってる。バグっていいじゃん。
お仕事、今日はお仕事じゃないです。今日はお買い物見します。多分ね。カフェとかでゆっくりしてお買い物とかしてかな。お買い物とかして、目に何か入ってるわ。まあお洋服も見に行こうか。冬服が本当になさすぎた。毎朝クローゼット見て、だからお洋服見てかな。で、帰ってきて時間があったら配信します。そう、明日お話し会。イエイ。明日明後日楽しみやな。お弁当も楽しみ。お弁当も楽しみやねん。めっちゃ。何買おうかな。ワンピか。まあ、確かニットとかかな。かわいい。なんかお姉さんっぽいお洋服を探そうと思って。最近髪も伸びて巻き髪もできるようになったりしたから、そう、ちょっとお姉さんっぽいワンピとか。ハロウィンコス配信はやるの？ハロウィンコス配信、なんか耳についてるだけでも許してもらえるんかな。コスプレが好きじゃなくて、あんまり。パーカーも好き、めっちゃ。そう、綺麗系もなんかパーカー系のお洋服も合う女の子でいたいなと思って、あんま系統が定まってはないんですけど、もうかっこいい系ではないんですけど、パーカーとか古着系着たりとか、綺麗めのワンピース着る日もあったりとかします。コスプレあんまり好きじゃないんですよね。恥ずかしい。今日髪のさ、ツヤもいいしさ、肌も綺麗。なんで？めっちゃ寝たからかな。今日なんか睡眠の質が良すぎて、あ、この髪こっちじゃなかったけど、まあいいか今日は。昨日さ、髪の毛さ、トリートメントしたからかな。久々にトリートメントしたらめっちゃサラサラなった。やった。でも目はパンパン、顔もパンパン。寝すぎ。お腹もペコペコ。でも食べる時間なさそうやから、このまま行ってきます。素敵やんか、もう。
と仕事で女の人と忙しい。私がピアス開けたことさえ何も知らない他人です。パパはどこか、ママやった、ママはどこかで、ならいいことでしょう、こう上司に取り付かれ。じゃあ最近よく歌ってる、そう、歌上手になりたいなと思って歌うようにしてる。カラオケもめっちゃ行ってる、一人で。UFO キャッチャー一人で、うん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 、手に入る、なんだかだかでもやっぱアイドルっぽい曲の方が好きかな。憧れのポップスターとかそういう系の、もうアイドルやなみたいな曲が好き。人からデビューしました実はこの前、やっぱアイドルの曲の方がすごい声が、声質が合う。思ったことはすぐ行動。今日すごい巻きうまくいってる。ありがとう。イコラブさんも歌うよ。夏の君は誰よりとか、こんな気持ちになかないでしょう、月はゴール知らずに走る。はしみんなってカラオケ行くん？歌うことって心身ともにみたいな。え、そうなん？歌おう、いっぱい。そういえばいっぱい飾ってる。これは友達が誕生日プレゼントにくれたポーチ。すごいよね、誕生日プレゼントくれました。飲
み会とかの二次会がカラオケとかたまに。あ、そうなんや。なんかね、多分そういうのはしたことないけど、でもなんかそういう系のカラオケは苦手ね。なんかみんなこう大きそうじゃない？飲み会の二次会は多分みんな声大きいよね。そう、声大きいのが苦手で、あのそう前も言ったけど店内とかでめっちゃ大きい音が鳴ってたりとかすごい苦手。カラオケも落ち着いて楽しく歌いたいから。だからなんか部屋も全くあんま音ないんですよ。あ、そう、お話し会とかは全然いいね。なんか一対一で話す分には大きいちっちゃい関係ないねんけど、その音楽とかマイクの音とかすごい大きいとすごい苦手。音楽系かな。そう。大きい音が。少し苦手。髪伸びたよね。嬉しい。お昼まったりしてるね。最高。そう、レッスン場にもカラオケのそういうのがあります。カラオケできるところ。カラオケ行く？みんな普段あんまり行かん？今日あったかいんや外。行きたいけどなかなか。そっか、あんま行ける機会ないもんね、カラオケって。こんにちは、こんにちは。うん、あんまないよね。ん、パリパリ鼻が痒いよ。
けでレッツゴーややばいよ乗せたれた。懐かしい、公園いいな。こんにちは。 AKB は高くて歌いたくても歌えないとか、高いよな。逆に私低いのが歌われへんから。そう、あ、さっきさよならマリさん見た。私も昨日見た。久しぶりにリアタイできた。起きてて。ちょっと映ってた。こうやってゆきりんさんの後ろでしてた。後ろで映ってるおこぼれもらったってやってもらってた。しゃがない。来週からは出ないね。来週からしばらく4回くらいは出ないと。悲しい。ね、ほんまに首のさ、この E ラインカサカサ、なんか塗ろうかな。かゆいし、カサカサずっと。しゃがない。なんかさ、一曲披露とかできたらいいのにね、番組後に。劇場公演は 100% ずんちゃんの歌が分かる。さすがやな、分かる私の声。クリーム塗った方がいいよ。塗る。お家出る前に塗るわ。カフェで何の飲み物飲むかな、今日楽しみ。かな、こんなカサカサになるの。わー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 わけなんて何もない。紹介された瞬間稲妻に打たれたの。理想のタイプだとか、学校中の人気のまま、あちこちにライブだけさ、だけどワンちゃんがいないかね。手を招いてるように。歌いすぎ私。もうさ、発売して何日も経つしさ、MV 公開されてめっちゃ経つけどさ、もう嬉しくて何回も歌っちゃう。で、何回も MV 見てる。もう歌いすぎ、喜びすぎ。なんかファンの子が作ってくれたのとかも、飾っとこう。手紙とかね、こういうのがねよく入っててるし、このここのシュガーナイトの。私もなんかこれさ、作ってくれた子さおるかな。
母さんがもう一個作ってって言ってた。これは私が欲しくてあげられへんねんけど、こういうのねすごい嬉しいらしくて、お母さんがもう一個作ってって言ってた。シュガーナイトのこの紙のやつ、そうこういうのをねお母さん欲しがるんですよ。でも私もお気に入りやからあげへんかった。配信を通してリクエスト。お母さんが欲しいらしい。お母さんもこれ欲しいって言ってた。めっちゃ目かゆいね、花粉でさ目かゆいよな。これ欲しかけりゃいいんだ。え、今日は鳥の日でケンタッキー安いん？なんで鳥の日なの？すご。鳥の日なんや。文字をこっちにした方が見える？アメリカからおやすみなさいやって。おやすみ。シュガーナイトの PV のズンちゃんがめちゃ可愛い。ありがとう。鶏。なるほど、ケンタッキー食べたいな。時差か。今日は大学で見てる。お疲れ様。えらい大学行ってて。ということで忘れてた、そろそろ順位発表します。あっという間やった時間。じゃあ行きます。13位グワシさん、おおきに。12位ケイヤマボウシさん、おおきに。11位みゆさん、おおきに。10位ゆっちちさん、おおきに。9位クリットさん、おおきに。8位オレンジアットマーク台湾さん、おおきに。7位こうちゃんアットマーク台湾さん、おおきに。6位しゅうちゃん、おおきに。5位たれさん、おおきに。4位まろさん、おおきに。3位やまちゃんアットマークずんちゃんずさん、おおきに。2位もーちゃん、おおきに。1位佐世保のてっちゃんさん、おおきに。マイガオ、おおきに。ありがとうございます。そしてたくさんのギフトもおおきに、ありがとうございます。かおりちゃんが作ってくれたステーキ、コメントやお星様もありがとう。ちょっとね、明日明後日配信あれ撮れるかわかんないんですけど頑張ります。じゃあみんなバイバイ。ありがとうね。バイバイ。